皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、バレンタイン0個のやつ集合の一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。ほーい。バンアレンテイの誕生日だから祝ってやろうぜ。お母さんとおばあちゃん、お姉ちゃんなど親族はギリギリかとする。お前らそんなもらってんのか。人少ないってことはそれなりにもらったんだな。裏切りかよ。なんだ母ちゃんありか。20年の人生で累計0個。俺しか彼女がいるのにもらえないけん。0。画面からチョコなんて出てくるわけないじゃん。今のところ0。0ですまんな。2月14日といえば、多くの日本人は、バレンタインデーを想像するだろう。しかし、よく考えてほしい。みんなが、ハッピーバレンタイン、とか言ってるけど、そんなことを言っている間に、アフリカでは多くの子供たちが命を落としてゆく。あなたが渡した、もしくはもらったチョコレートは、本当に必要なものですか？チョコを受け取る、渡す時に考えてほしい。世界には、苦しんでいる人がいることを。あの ISIS があんなむごいことをするのは、自分たちが苦しいのに、税を持て余す国々があるからだと思って恨んでいるからだ。もう一度言う、そのチョコは本当に必要なものですか？じゃあお前なんでこのスレに来たの？察してやれ。あいつは俺ら側だ。家族からのはありですか？家族なら0個とみなす。もう一度言う。親族系は何個もらおうが0個である。まだ今日が終わるまでには時間あるし。そうだな。俺がきちっと数を数えてやる。手作りない。ギリしかない。お前もらってるよなそれ、アウト。ほらほら集合だぞー。一つだけもらったよ。いつも頑張ってるからって。自分に。今いとこが家に来てチョコくれた。感動の涙。親族はアウト。いや、いとこはセーフだろ。いとこは血縁関係的に深いからアウト。結婚できるとか知らねえよ。お前は俺の仲間だ。昨日もらえた俺は勝ち組か。勝ち組だな。死ねよ。男友達がくれたのはカウントしてもいいの。セーフだけどホモ。ホモはカウントOK。ホモチョコ友チョコギリチョコ本命チョコはか。親戚。親族は不可。親族。ババアと赤ん坊しかいねえよ。大切にしたれ。俺いっぱいもらったよ。ゲームで、バレンタイン限定イベントで。大学生はバイト先でもらえるよな。社会人は職場先でもらえるよな。飯を食わせたのに渡さない女は詐欺師だ。店員さんに150円あげたらチョコレートくれたけど。全俺が涙した。パチンコの景品交換所でお姉さんがチョコくれた。手作りチョコには注意しなよう。姉が変なもの入れてるの見た。普段よくチョコ買って食うのにこの日だけは買えねえ。本末転倒じゃねえか。チョコメーカーさんよう。お前らはまだ甘い。というか青い。バレンタインデーにおける真の地獄はチョコがもらえないことではなく、かわいそうだから、と母親が近所の同級生に頭を下げてチョコをもらってくることだ。それも小中高と毎年。最後のお母さんの行動、悪意しかないような気がするんですが。